株式会社 PFU 放送映像ビジネス部田中と申します。よろしくお願いいたします。弊社 PFU ブースでは今年初出展といたしまして、弊社の開発いたしました冷や縮の伝送装置 QG70 というモデルなんですけれども、こちらの方の展示をさせていただいております。でコーナーとしてはですね、向かって左側が 4K 冷や縮の 60p のフレームレートでマルチキャスト双方向伝送というようなことができる展示を行っております。で向かって一番左の方からですね、右側2箇所2拠点をイメージした QG70 の方へ伝送をいたしまして、それに対して反対側からですね、また 60p4K のカメラで撮ったものをまた1拠点に戻すというようなことをやっておりますが、 IP がゆえ、そういうマルチキャストに関しても容易に対応ができるということで、画面としては大きな 4K のモニター2箇所に対して送っていると、冷や縮がゆえ、低遅延で送れるというメリットを生かしています。で今回、参考出展という形でなんですけれども、こちらの伝送コーナーにおきましては戻しの 4K60p の映像、これを遠隔ネットワークを使ってですね、この2箇所のところからどちらか1箇所を送るとネットワーク越しに切り替えるというようなリモートマネジメントシステムということで、そちらのアプリケーションに関しても同じく紹介させていただいております。右側のコーナーはその伝送だけでなくて、その後蓄積編集までそういったことを想定いたしまして、 QG70 を蓄積装置の入出力、そういったモジュールとして QG70 を通した絵をプレビュー、さらにはその蓄積サーバーに溜め込んだ絵を DPX ファイルに変換をいたしまして、その後のカラーグレーディングやノンリニアの編集装置、そういったところにも IP 経由で編集可能なファイルに変換し、使っていただくというような、編集までを見据えたモデルとして、ワークフローの展示を行っております。でこのワークフローの展示なんですけれども、さらにはカンパケのファイルからまたサーバーに戻していただくことによって、それを遠隔地に連想し、その場でベースバンドに変換した絵を 4K のままフレーム落ちコマ送りのような形にならずにスムーズな映像でプレビューすることが可能というような形にも現在開発中でございます。以上ありがとうございました。